ガム市内に今日は行きます。やばいやつじゃん、明日から何これ、ピラニア。おはようございます。ゆっこ、はい、今日は、グアムの街の中まで行きます。はい、なんと街までレオパレスリゾートから1時間に1本、バスが出ております。めっちゃ便利、無料です。なんでこれに乗って、グアム市内に今日は行きます。はい、
けます。うわー、めっちゃいる。なにこれ、これ魚釣りできるやばくない？なにこれ、ピラニア。施設案内、シミュレーションゴルフがあります。広いよ。パター練習、こっちすごい、わー広い。しかもゴルフゾーンだ。ゴルフゾーンが入ってます。すごい本格的、本格的なシミュレーション。じゃあ雨でゴルフができなかったらここでやればいいですね。なんと麻雀ルームもあります。麻雀よくわかんないけど男性にはいいんじゃないですかね。あ、え、これ多分ね、漢字だと思う。漢字トン、なん、なん、なん、ザ、違った、西。まだ入るのか。はい、最終日はイタリアーノに来ました。グラタン乗ってるね。グラタンっぽい。あー、うわ、卵めっちゃいい。卵ブス、うん、美味しそう。これはすごいよ。チーズたっぷり、チーズビヨン、クリームの香りがすごい、うん、めっちゃ湯出てる、うん、絶対熱い。どうですか？クリームパスタです。クリームパスタ、うん、でね、平麺だからね、うん、絡みやすいよ、ソース。すごいね、うん、濃くない味が。さっぱりしてる、見た目より、うん、見た目もっとすごいチーズを濃くなってさっぱりしてる、うん、いいね、美味しい、コスイーズ。シーフード、エビも入ってるし、うん、美味しそう。アスパラが美味しそう。ここ何回も来られてます。ここはレオパレスの所属になる前からビジュアルチームの合宿でもお世話になったので、だいぶ。こんにちは。秋の星座があって、あの今は冬の星座、秋の星座、冬の星座じゃないってことですか。今冬の星座はね、上がりつつあるって感じです。オリオン座、日本と見え方が違うの分かりますね。よ、こっちも横ですか。そう、さすが、うん、イエーイ。そうなんですよ、地元がすごく見えるんで。え、本当にこうお尻突き出して星を見てます今、大きい。いや、すごい、やばい、すごい。お疲れ様です。今日は星綺麗なのでありがとうございました。見えてよかった。美しいお客様が来ていただいて、ね、嬉しいございます。またあの次は月が見える時、ぜひ。月だけじゃなくて惑星ですよ。また土星が一番、みんな土星見に来るんだ。土星見たかったです。どうやったら見えるんですか。あ、だからタイミングが合えば、うん、だからちょっと試合できたホールインワンぐらいの運ですか。あ、もっとあります。じゃあ、一応太陽の周りを回ってるじゃないですか、はい、土星も木星も地球も、うんうん、だからその回り方が速さが違うんで、そのタイミングが合えば見れるんです、うん、ぜひまたおいでください。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今は朝の4時半です。帰国します。どうでしたか。あっという間、あっという間でした。はい、もう満喫したね。めっちゃ満喫した。ゴルフも2回したし、ゴルフあるとやっぱ4泊ぐらい、4泊した3泊3泊か、うん、4泊とかちょうどいいですね。ね、2泊2回ゴルフして1回買い物して遊びもできるし、うん、はい、満喫です。満喫です。すごくあのゴルフ合宿にね、向いてるね。本当に向いてる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。到着しました。到着しましたね。寒い、落ち着くね。寒いね。
寒いです。よく今回のグアム、はい、実は4泊してたんですよね。だよね。そう、4泊してたのこの旅行なんですが、うん、コンドミニアムに泊まったじゃん。はい。だけど、うん、普通あそこって多分女子4人ぐらいだから、うん、全然泊まれたね。でも今回は合宿の予定できて、うちらが2人泊まったらどれぐらいするかっていうのも計算してみたら、うん、なんと1人、ラウンド、うん、ゴルフ、うん、飛行機、うん、空港送迎、はい、コンドミニアム4泊、うん、でゴルフは2ランね、うんうん、で朝食、うん、昼食、うん、ついてたじゃん、うんうん、なんと2人で36万1620円、1人だいたい18万くらい。あの広さで、そう2人で、そう18人で、でも2人で18人って4人で、そう4人だと、うん、もっと全然減る、ね、で1人がだいたいね、1泊あそこ4人で割ったら6500円くらい。うーん、めっちゃ安い。そうなの、6500円であそこに泊まれて、4人で来たらめちゃめちゃ安くなる。で多分飛行機とかももっと選べば全然、うん、下げれるんで、皆様ぜひ、うん、1月、2月、うん、寒いね、いいよね、グアムで合宿をしてみてはいかがでしょうか、ね、はい、ぜひおすすめです。おすすめです。でプレゼントの応募方法は毎回この概要欄とかにたくさん出ると思うので、そちらから今回のあのレオパレスの3泊4日もあるし、はい、でかいね。そう、それはでかいね。それはでかいあとお土産も買ったしね、ね、食べ物も買ったんで、うん、ぜひ応募してみてください。お願いします。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。グアムに行く感想や 何々などいろんなコメントも募集してます。はい、ぜひコメントもたくさん書いてもらえると嬉しいです。です。